それはご覧ください。正直ですね、僕普通の大道芸はのイベントは箱3つでやってます。でも本当に今日皆さんが盛り上げてくれて嬉しかった。頑張ります。ちょっといけるかな。頑張りますよ。ちょっとでも遅れると危ないです。います。あとちょうど立ってる皆さんの目線テレビなんで、まあ、申し訳ない、本当すぐ遅くないと怒らせて、なるべくいいですか、詰めていただいてお願いします。頑張ります。本当に皆さん応援していただきありがとうございます。今日はさらに投げてキャッチです。よーし、いつも僕これで終わるんですが、この時も皆さんが盛り上げてくれて嬉しかったんで、最後この技をちょっと今日も失敗が何回かあったんで、最後これは一発で決めたい究極の大技、ぜひご覧ください。いきます。今日持ってきました剣玉です。紐の長さにご注目してください。約地上から2m10cm、これを投げて刺してみます。一発で決めたい。頑張ります。よし、あります降ります。よし、最後に自己紹介をさせてください。僕の名前です。大道芸人のミスターユーと言います。日本全国いろんな場所でパフォーマンスしています。またどこかで見かけたらぜひ声かけてください。活動地域は全国、北は北海道、南は大阪です。ホームページにブログがあります、検索お願いします。それとあと一つ、非常に言いにくいですが、終わった後赤い袋を持って、あ、これちょっと小さいと思うんで、今日日曜日です、大きい袋を持ってました。東京の皆さん大丈夫、めちゃめちゃ伸びるんで、面白かったらよろしくお願いします。でも別に強制ではありませんが、これだけ人がいます、何もなしは寂しいです。なので最後声かけるだけ、握手届け、全然構いません。ぜひ皆さんのお気持ちよろしくお願いします。これからも僕10年20年と続けていきたいです。ぜひ皆さんのお気持ちよろしくお願いします。以上です。お送りしたのはミスターです。どうも今日はありがとうございました。